マラソン大会、なくなりすぎじゃね？いやまあね、正直ね、しょうがないとは思うんですよ。しょうがないとは思うんだけど、なくなりすぎじゃね？本当にね、もう皆さんの心の支えがなくなっていくかのような、もう本当この気持ちはね、もう苦痛と言わざるを得ないような、こんな状況にはありますよね。まあもちろんマラソン業界だけの話ではないんですけど、とはいえ、やっぱりこれだけマラソン大会がなくなっていってしまうと、その周辺地域の人たちが、その一つ大きな経済活動として、楽しみにしていたタイミングがなくなっていくわけですよ。なのでこれをですね、なんとかして一つでも多く支えることはできないか、そのように考えて今回ランタナデジタルマラソンというものを開催させていただいたわけなんですが、やはりリアルタイムで行わないと解決できない問題っていうのもありますよね。なので今回ですね、私が新しくランナーの皆さんにご提案させていただくマラソン大会を3月22日に福岡で開催させていただきたいなというふうに思っております。僕もですね、3月に出たいマラソン大会が2つこのようになくなってしまってるわけなんですけど、そして4月のグアムマラソンも延期ということで、仕事すらなくなっていくというのがこの状態です。で、こんな中でやっぱりしっかりとですね、経済活動をやっていかないと、もう全体的に大きく沈んでしまうので、僕ができることも最大限やるしかないし、もしかしてこれは、ひょっとしたら今回の企画に関しても、斜め右からですね、見られてしまって、悪く言われたり、問題では起きたりとかする可能性はなくはないんですけど、ただやっぱり僕みたいな人間が最前線で変えていくような、そんな気持ちを持っていかないと、なかなかですねこの状況というのを打破できないんじゃないかなと思ったんですね。で、今回の行うマラソン大会の形式はどのような形式かというと、トリブマラソンです。トリブマラソン、皆さんご存知でしょうか？トリブマラソンというのはですね、沖縄でよく行われてあるマラソン大会の形式の一つなんですけど、トリブというのは健康という意味があるんですけど、どういう風に行われているかというと、皆さんが時計をつけてはいけないんですね。で、時計をつけてはいけないマラソン大会って何なのっていう話になるんですけど、なんでつけないかっていうと、実は事前に私はこれぐらいで走れますっていう申告をするマラソン大会なんですよ。で、その申告タイムに一番近い人が優勝というマラソン大会なんですね。で、面白いでしょ？で、こんなマラソン大会だからどのような形になるかっていうと、スタート時間が適当でいいんですね。はい、ということは、集まらなくても開催できちゃうわけですよ。で、今回は私が、福岡大濠公園で3月22日に、ランタナトリムマラソンを開催させていただくわけですが、スタート時間はないです。朝の6時から10時ぐらいまで、僕は適当に立ってます。僕のところに来ていただいて、ゼッケンを受け取って、目標タイムを申告して、で、スタートした時からゴールまでの計測を、私が可能な限り頑張って行うので、行わせていただいて、そして、ゴールタイムが一番近い人が、後日優勝ということを発表させていただくというような形になっております。で、私が全力で、現地で応援させていただきますし、皆さんもぜひ、頑張っていただきたいんですけど、今回はですね、トリムという一つテーマがあってます。沖縄でトリムという言葉はですね、健康という意味があるんですけど、競う必要がないんですね。なので、まあ、マイペースにこなしていただいて、普段皆さんが走っているようなペース感覚で走って、目標タイムが一番近い人が優勝するわけですから、無理する必要はないですし、ただ、俺はもっと頑張りたいんだっていう人もいらっしゃるでしょうから、僕の応援に合わせてですね、しっかり頑張りたい、そのように願っている方は、時計をつけていただいても OK です。ただ、時計をつけて走った方は、一応、表彰対象外とさせていただきます。ランキング形式にはさせていただくかもしれませんが、1位になったからって何かもらえるわけではないということをご理解ご認識いただければなというふうに思います。時計をつけずに走っていただいて、申告タイムから一番近い人は表彰対象ないということにさせていただきたいなと思いますが、もしこのままスポンサーさんが取れていって商品がですね手に入ることができたら、それを抽選会に回せていただいて全員の方に当たる形を取り出していただきたいなというふうに思っているので、すべての方に何かしらのチャンスがあるという状況を作らせていただきます。また、今回ですね申し訳ありませんが、私も現地に行って仕事としてこれは認識して、やらせていただきます。なので経費もかかっておりますのでご理解いただきたいんですが、参加費を頂戴させていただきます。ゼッケンの発行料、私が現地にいるという人件費、その他ですね2人のゲストランナーの方にも来てもらおうと思っています。そういう方々にですねお支払いする謝礼も含めて、経費がそこそこかかります。ご理解の上で参加費をですね払っていただいて、ご参加いただければなというふうに思っております。下の動画説明欄にです、ね
ですね、細かい詳細は書いてありますので、そちらの申し込むのサイトから、エントリーしていただいて、今回のイベントにご参加いただければ嬉しいなというふうに思っております。また今回はですね、ランタナトリムマラソンですけど、スポンサーがあります。3月20日からプレオープンするハイアルチ福岡薬師店の方からなんとスポンサードしていただきました。今回、走られたゼッケンを持っていくことによってハイアルチでサービスを受けることができるということです。サービス内容については詳しくはですね、動画説明欄を見ていただければと思いますが、私もですね、今ハイアルチ心斎橋店の方で非常にお世話になっているわけですが、本当にね、まあ、そのランナーとの親和性の高さは本当に抜群です。なのでぜひですね、通ってもいただきたいし、まずですね、やっぱり体験していただかないとっていうのもあるので、ぜひですね、現地に思い見ていただければ嬉しいなと思ってるんです。まあそういうことで、もうそのサービスのですね、消費行動でやっぱり加速していただければ嬉しいなと思っています。ちなみになんですが、ハイアルチ全店ですね、全部滅菌してます。で、今回の、某ウイルスもですね、撃退できるようにちゃんと管理しているんですね。安心して行っていただければ嬉しいなというふうに思います。また、ぜひですね、博多の飲食店のオーナーさん、私にご連絡いただけないでしょうか。ゼッケンを持って行ったら、該当する飲食店で食事をすると、割引が効くようにしたいんですね。そのようにしてですね、少し、消費行動を加速していくようなお手伝いもさせていただきたいわけです。ランナーの人たちがですね、自分のご褒美で、まあ、例えばビール飲みたいなとか、例えば外食したいなと思うわけですよ。ただやっぱりきっかけを一つでも多く作ろうと思った時に、まあ、割引という一つの言葉が使われると、皆さんにとってもメリットがあるんじゃないかなと思うんですね。なので、博多のですね、飲食店のオーナーさん、ぜひ私にご連絡いただけないでしょうか。ぜひですね、今回のランタナトリムマラソンにですね、ご協賛、ご協力いただきたいなというふうに思っておりますし、このサービスにですね、乗じて乗っかりたいと思っている、企業の皆さん、ぜひですね、私にご連絡ください。他地域でもですね、実は開催をしたいなと思ってるんですが、3月末にはできれば大阪でも開催したいなというふうに思っております。いろんな飲食店さんをですね、応援するような一つのきっかけにもなりたいんです。デジタルマラソンでもまあもちろんいいんですけど、ちょっとリアルタイムがなくてですね、様々な地域で行われてしまう関係上、そのスポンサードしたいと思っても集約しにくいじゃないですか。だから各地域私行くんで、直接ですね、私に、ご連絡いただけますでしょうか。ランナーの皆さんにできるだけですね、飲食店をご利用いただけるように、訴求することはできるんじゃないかと思いますし、この消費行動を加速するような動きをマラソンランナーの中から作っていきたいなというふうに思ってるんです。勘違いしないでほしいんですが、今回はマラソン大会は集めて行うマラソン大会ではないので、参加は本当に適当に来てください。時間は、6時から10時までは設定してますが、示し合わせたように6時に来たりとか、8時とかに来たりとかしなくていいです。僕にいちいち申告したりとか、SNS で発信したりとか一切しなくていいです。僕めがけて来てください。大丈夫ですか？よろしくお願いします。そして、飲食店さんのご利用もぜひしていただきたいんですが、もし決まったオーナーさんのところで飲食店ご利用いただきたいなと思った時に、ゼッケンを持ってですね、ぜひいただきたいですし、自分の座ってるカウンターの横にですね、ゼッケン置きながら食事してほしいなと思います。ひょっとしたら、ランナーさん来るかもしれませんよ。仲良くなってほしいですね。はい、ぜひ、皆さんですね、ランナーの力でこの経済活動をしっかりと進めていけるようにぜひ頑張って、皆さんで行動していきませんか。今回はですね、参加費いただくわけなんですが、ご理解の上でご参加いただければ嬉しいなというふうに思ってます。どうぞよろしくお願いします。タナでした。ご視聴ありがとうございました。ランタナデジタルマラソンですね、3日間開催させていただきましたが、合計で800人の方にご参加いただきました。本当にありがとうございます。まずですね、こちらの、報告結果についてはですね、今週の日曜日に配信をさせていただきたいなというふうに思っておりますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。詳しいことはですね、また動画説明欄の方に書いておきますので、ご覧いただければ嬉しいです。よろしくお願いします。失礼します。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちら。おすすめの動画はこちらです。みんな楽しく走っていこうぜ。すいません。